やっちまったな、ホーリーストーン、レーザーセブン、サクッと改造。やっぱり手持ちの送信機で飛ばしたいので、思い切って FC なのを変えることにしました。ハンダ作業不可避ですけど、そんなに難しくないです。モーターとフレームは活かしたい。昔のブラシウープの FC をぶち込みました。フライスパイプロトコルで手持ち送信機とバッチリバインド。せっかくですから FPV 機に仕立て上げました。どういうせっかくだよ。じゃマグライトテスト。でキャノピー映り込んでる。ついでに言うとカメラ曲がってます。ダメダメじゃん。仮組みたいなものなので絶縁テープで留めてるだけなんです。さすが昔の基板。ノイズ入りますね。3D フリップもできます。リカバリーミスって緊急着陸。クラッシュって言えよ。カメラに葉っぱがついてますけど気にしない。カメラ曲がったままだとかなり飛ばしにくいですね。そりゃそうでしょう。まっすぐ飛ぶのも至難の業。飛びの手応えについてですが、 1S65 ループとそんなに変わらないですね。それは予想外。パワー不足にがっかりすると思ってましたよ。小型のブラシレスなフリスタキをトゥースピックって呼びますか。これはブラシモーターなので。歯ブラシ？うわ、しょうもな。お膳立てはそっちがやったんでしょうが、ブラシなトゥースピック大いにありかもしれません。安く作れそうですし、初心者にもベテランにも受けるんじゃないかなと。いい加減あの、な付属送信機は廃止してほしいですね。こらこら、トイドローンブランドの中には FTR、双葉トランスミッターレディなんてのもありますし、そういうのがどんどん出てきてほしいところですね。まあこの程度ならもう自分で組みますわな。ご視聴ありがとうございました。